それからついたんですけども、ひとまず、クラウド ERP と言いますけれども、そうですね、2000年、前後、98年に、創業ありまして、もう最初からクラウドベースの、最初の視点だったんですね。今でも4万社以上が、ユーザーです。全世界では。で、日本では、600社、700社という、ていますけれども、販売代理店の中で弊社が最も、販売件数を、集しております。ので、いろんな会社の、ご支援しております。で、機能としては、シェアレンがありまして、もう顧客管理、営業管理、営業活動管理ですね、日報から。で、シェアレンから、販売していきます。で、受注。で、物販であれば、その在庫から出荷していきます。在庫管理と出荷管理。で、当然、出荷したものを入荷する必要がありますので、購入、購買の業務も、面接で行うことができます。で、それぞれの数字を、集めて、財務会計に、自動連携、自動生成していきますので、会計のツールとして使われています。概念としては、一つのシステムの中にいくつかの機能を確保しております。なぜかと言いますと、一般的な会社さんですと、システムごとに、業務ごとにシステムがありまして、で、そのシステムごとにデータの持ち方とか、流動性とかが異なっていますので、CSV ファイルとか Excel ファイルのやり取りしたり、メールでデータを、やり取り、したり、コピペしたりとか、いろんな形が、形で業務を果たすことはできますけれども、やはりですね、できるだけその統一化した、データベースで業務を、効率よく進めた方がいいと、私は考えておりまして、NetSuite を選びました。もう10年以上前から続いております。で、一つのデータベースの中に、購買、在庫、生産、入荷と出荷、あと請求、あとプロジェクト管理ですね、経費精算、給与計算、給与計算は少しアメリカとか海外版の方がいいと思いますけども、あとそうですね、会計があることから、収益の管理もできます。あと固定資産ですね。で、それを、多言語多数化、多字性対応もできておりますので、一つのデータベースでは、業務の7割、8割、9割を、確認することができます。以上に、そうですね、強力な、経営基盤のようになっています。で、拡張機能としては、1個の法人だけではなくて、複数の法人を持つことはできますので、同じ NetSuite のアカウント、環境の中に、例えば、日本では2社、あとオーストラリアで1社、あと中国で3社のような、複数、法人を持つことはできます。もっと言いますと、その階層も、月に増やせますので、複数の階層での理想も対応です。これは1、2、3、3階層ですけれども、これは月に増やせます。ですので、例えば、北米の本社を持っていて、最終的に日本の本社に、連結されることができます。で、この中で何がいいかと言いますと、情報の共有、マスターの共有、取引の自動化、あと連結計算を、自動でできます。で、ね、海外に展開されているお客様には、メッセージのメリットが、しやすいですね。弊社のお客様の、ですけれども、日本国内外で、大きな会社さんから10人、15人程度の社員の会社さんまで、そうですね、熱心の支援をしています。